子宮の日です。よろしくお願いしま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 す。呼びかけは子宮頸がんの予防を訴える NPO などが今日4月9日を子宮の日として全国15カ所で行いました。東京の JR 新宿駅前では5年前に子宮頸がんの手術を受けた女優の堂口依子さんらが通りかかった女性にハーブの花の種とチラシを配り早めの検診を呼びかけました。子宮頸がんにかかる女性は毎年およそ8000人に上り、特に最近は20代や30代の若い女性の間で増えています。子宮頸がんは検診を定期的に受けて早期に発見し治療を受ければ 100% 近く治すことができると言われていますが、検診の受診率は 20% 余りにとどまっています。私も早くに気がつけば子宮や卵巣を摘出せずに済んだので、私みたいな子宮頸がん患者が増えないように日々いろいろ努力をしていきたいと思ってます。